鍋足山は、茨城県北部に広がる九時山地にある標高552メートルの山である。九時山地の東列に属する山で、日立大田市の里見地区と水府地区の境界に位置する。山頂部には三つの峰があり、その山陽がそこに三つの足がついた鉄鍋をかぶせた、形に似てるところから、鍋足山と名付けられた。また、この山の周辺には、岩礁が多く見られることから、 岩礁山との別名もある。安山岩室の周海岩からなる崖が各所に見られる山であり、山頂周辺の急斜面部にはロープや鎖が多く設置されている。山中には中ん滝や北の入り滝、八千目滝、調子の口滝など複数の小滝が見られ、鍋足48滝と呼ばれている。山中の各所に見られる周海岩中滝鍋足山の山頂部は、 三名の由来となった周海岸の三つの峰及び三等三角点が設置された標高552メートルの峰からなる。周海岸の三つの峰は東側の峰が標高529メートルと最も高く、国土地理院の地形図表示における鍋足山はこの峰を指している。529メートル峰の山頂には松の木と石祠があり、 360度の展望が得られる。標高552メートルの三角天保は529メートル峰の700メートル余り北に位置している。三角天保の山頂部には鍋足山と書かれた表示板が設置されているが、三角天名は笹原乳である。三角天保は南側の眺望が優れており、三つの峰をきれいに望むことができる。 このように複数の山頂があるが、登山対象としての鍋足山の山頂は529メートル峰を指すことが多い。三角点峰付近より見た三つの峰左側が529メートル盆三つの、峰の中央方より望む529メートル本529メートル峰の山頂部三つの峰の529メートル峰からの眺望。奥、九字南大山及び、 白木山手前の小ピークが3つの峰の残る2方である。右側の552メートル本は、鍋足山の三角天方である登録の里見地区より、登る大中、大石、笹原、小中の4コース及び、茨城県道22号線の井の花峠から登る道などがある。里見地区の登山口から山頂までの標高差は300メートルほど。 コースタイムは片道1時間から1時間半程度で、ある。大中コース登山口の大中神社笹原コース、登山道。ありがとうございます。